電子戦は電磁波にまつわる軍事活動を意味する。電子戦とは敵による電磁周波数帯域の利用状況を検知、分析した上で妨害や逆用する活動と自軍の電磁波の円滑な利用を確保するための活動を総称する。現代型の戦争ではレーダーと無線通信が重要になってきており、各国の軍隊では電磁波をうまく利用することで戦闘を優位に、 進めようと最新の電波に関わる軍事技術が開発され、火薬に代表される物理的兵器に代わって、電子機器を利用した兵器が新兵器の主体を占めるようになっている。電子戦は物理学的な電磁波の原理に支配されている。また近年では、敵防空網制圧作戦、大式、統制戦を含めて電子戦闘と称することもある。エシュロン。 イギリス空軍、メンムイズヒル基地アメリカ空軍の E-4 と各電磁パルスシミュレータ1979年電子戦の歴史は電磁波を通信として利用するとともに始まった。1895年にグリエルモ・マルコーニが無線電信を成功させ電磁波による通信が戦争に用いられるようになった。最初の本格的な電子戦は日露戦争において行われた。 1904年、日本海軍は、旅順のロシア艦隊に対して、間接射撃を始めた。しかし、ロシア軍は、弾着艦測に派遣されていた、駆逐艦に対して、電波妨害を行い、報告を妨害した。日本海軍もウラジオ艦隊の無線を傍受して、行動を事前に察知し、作戦行動に利用することができた。第二次世界大戦においては、 レーダー技術が発展し、イギリス本土航空船やマリアナ沖海戦に影響を与えた。レーダーに探知されない機体の開発が進んで、現代のステルス機の基礎となった。ベトナム戦争においては、米軍は地対空ミサイルで防空体制を充足してきた北ベトナム軍に対抗するために組織的な電波妨害を行った。1965年に、 電波妨害装置を実戦に使用して、その有効性が発揮された。湾岸戦争においては、多国籍軍によって高度な電子戦が展開され、イラク軍の通信や防空組織を破壊した。また防空指揮所や情報機関本部、軍司令部、配電所などを空爆したが、その際も電子戦支援機が地対空ミサイルを無力化することに大きく影響した。電子戦は、 電子攻撃、電子防護、電子支援の三つに分類される。電子攻撃とは敵が利用する電磁スペクトルを妨害するための活動のこと。下記のように細分化される。多くの近代的な電子攻撃の技術は高度な機密情報として扱われている。電子防護とは戦場において、受動的に電磁スペクトラムを利用し、友軍以外の対象を発見、識別し、 潜在的脅威ないし標的の位置を特定するための活動である。敵の動きを事前に察知するために敵の電磁放射を捜索、防除、分析する活動を指す。以前は電子支援手段と呼ばれていた。電子支援は敵軍の戦場での位置特定のために使われ、電子攻撃、電子防護のためにも使われる。電子攻撃は電磁波の放射を伴うために、 敵から発見されることを前提とするが、電子支援は敵に存在や行為、意図を知られないよう努めて行われる。世界の多くの国の軍隊や情報機関が有事での電子戦で優位となる戦術情報を得るために平時から敵政国の電磁放射を傍受、分析することで、電子装備とその運用に関する情報収集を継続的に行っている。ありがとうございます。